はい、ということで皆さんこんばんは、リリチョウでございます。我々はですね、プロフル動画班として約2ヶ月間頑張ってきました。いっぱいブロックスフルーツをやってきましたよね。まあ、ブロックスフルーツでたくさん動画を、まあ、やってきました。頑張ってませんって、頑張ったんです。なんですけれども皆さん、ロブロックスっていうゲームは非常に魅力的なゲームです。ブロックスフルーツ、ワンピースのゲームなんですけれども、それ以外にも、たくさんワンピースのゲームってあるということで、今回は、各チームごとに、偽物ブロフル見つけてこようやっていこうかなと思います。皆さんには、二人組、三人組、はい、組んでもらったので、一人一マップ、偽物のブロックスフルーツ。または、なんかこう、ワンピースだけどちょっとマイナーなゲーム。これのどっちかを見つけてきてもらいました。なのでそれを一つ一つ見ていって、まあ、実際ブロックスフルーツ以外のゲームはどんなもんなんかなっていうものを今回はね、調査していければいいのかなと思っています。皆さんどうですか？ブロフル系のゲーム探せましたか？だから皆さんあれはなし。キングレガシーとか、グランドピースオンラインとか、あそこら辺の有名どころはなしです。はい。マイナーなところを見つけてきてくれってことですね。はい。ということで、じゃあ皆さん早速、一人一人ね、ワンピースマップ見ていこうと思うんで、チャンネル登録と高評価していただけると嬉しいです。じゃあやっていきましょう。はい、皆さん、今回、多分7マップかな ?7 マップあるみたいなんで、じゃあ、見ていきたいかなと思います。オッケー、わかった。じゃあ、シラスから行こうか。マップの中に入って、俺が途中参加するとかでいいんじゃない？こっちの方がなんか面白いかもしれないですね。プラベじゃなくていいって、そうだね。今回はプラベじゃなくていいか、たまには。シラス入ったらディスコで教えてください。で、俺が入った後に、ここにいるメンバー、入れる人は入ってください。はい、皆さん、こちらシラスのプロフィールなんですけれども、入っていこうかなと思います。こちらのマップです。はい。フルーツバトルグラウンド。はい、ということでやってまいりました。あー、わかったわかった。こんな感じね。バトルグラウンド系のゲームだ、これ。こうして、例えばほら、バリアとかで、ほら、こういう風に PVP するんだ。これ、サンゴパイセンが好きなやつじゃない？これ。これで技を出すんだよ、ほら。ウェーイみたいな感じ。で、通常の、ほら、リリチオってどうした？お、すげえ、アニメーションすごっ。これあれか、ギアフォースか。動くん VS サンゴパイセンでいこっか。はい。ということで、動くん VS サンゴパイセンの PVP、1について、よーい、スタートー、いけー。はい、ピカピカ VS、ゴムゴムですね。すごーこれ。あー、だからこれ PVP に特化したゲームってことだね。ほら、アニメーションとかほら、めちゃめちゃすごいぞ。さあ、もう互角の戦い繰り広げてます。はい、互角互角。はい、空中戦。まだ生きてるね、まだ生きてるね。さあ、コンパイセンちょっと危ないかこれ。あー、やられたー。動くー。強いね。さっきレジェンドが当たった。何当たった？これ悪魔の実どんぐらいあるんだろうね。なんで当たんねえんって。グラグラすごいね。フィフスはないの動く。フィフス。ファイブ。お、今はフォースまで。ある。ギアフィフスあるらしいよ。当てないといけない。うわ、マジか。うわ、欲しい。え、誰か持ってないの？動画派。0.02%。うわ、無理か。皆さん、ギアフィフス見たい方はですね、こちらのゲーム遊んでみてください。シラスさんがね、見つけてきてくれたやつでした。面白かったですね。あ、やっぱボスとかもいるらしい。だから、ブロフルっぽいこともできつつ、できるんで、ワンチャンこれ動画撮れるんじゃないのかなみたいな。っていうのはあるらしいですね。はい。ということで、じゃあ次行きましょうか。じゃあ、次誰がいい？じゃ、ヒョアンセ君。はい。ということで、皆さん次、ヒョアンセ君とスワンコ君の二人のマップ見ていこうと思います。二人が見つけてきてくれたワンピースゲーム、こちらになってます。え？ちょっと待って、これ、あー、なるほどですね。これ、ブロフルやんって。ダークブレードが10ロバックスで売ってるって。あー、なるほど。ちょっといろいろ見ていきましょうか。で、スタッツポイントが、ヘルスにしか振り分けられません、皆さん。ショップが、あー、シャドウベイ。これ、ダークブレードとかだ。夜。夜売ってんじゃん。いくら？ 10 ロバで売ってんの？買ってみていい？買ってみます。ダークブレード10ロバ。はい。うん、何もないっていうね。うん。何もない。お前、10ロバ払っても何もねえ、お前。詐欺やんって。これダメです、皆さん。最初は、これはあるんだ。これ、足技。足技のやつは、最初から持ってるってことですね。クエスト1回でバリバリがもらえる。これ皆さん、クエストを受けます。クエストを受けて多分こいつ倒さないといけないんだね。はい。いきなりなんか足技を覚えてるのはあれなんですけど、これで、バンディと倒していくと。ほら、音一緒やん。宝とか取れないの、これ。目の前の。あ、宝取ると50ベリーとかだ。一応なんかお金とかは手に入るみたいな感じだね、ちゃんとね。これ、モロブロフルだね、これ。
はい、蹴って、はい、倒すと。技はないんだね。技はなさそう。蹴るだけだね、シンプルに。はい、これ蹴って、はい、倒す。いいね。あ、なんかでもアニメーションとかはちゃんとしてるけどね。うん。プロフルと大差ない。それは言い過ぎじゃん、お前。うん、それはありえへんのよ。オッケー。で、皆さん、マップがこんな感じですね。まあ、ブロフルとほぼ一緒なんだけど、こんな感じで、合計1、2、3、6、7分ぐらいはあんのか。涙。涙そんままやん。あー、これはベータだから、他の島行けないよ、つってる。結構本格的に動いてる。はい、スワコくんありがとうございました。いいね。これガチのブロフルじゃん。はい。あ、タヌキチとペアね。はい、ということで、じゃあ、ウゴくんタヌキチマップ見ていきたいと思うんで、じゃあ、ウゴくんマップに入ってもらえますか。途中参加したいと思います。はい。なるべく人が少ないサーバー選んでください。はい。ということで、皆さん次、動くマップということで、多分参加できるんで入ってるんだと思います。いきまーす。次のマップ、こちらです。ツーピース。あー、ワンじゃないんだ。ワンピースじゃなくて皆さん、ツーピース、やってきました。じゃあ、プレイでいこうかな。最初の海、なんでセカンド C が猫なんだよ、お前。はい、さ、普通の海いきまーす。序盤でピカピカを持ってる。なんで？さあ、ということで皆さん入ってきましたね。すごいね。ちゃんと統計とパーティーと設定、日本語対応していますよ、これ。うん、動く 435? え、動くやりこ、ん？みんなみんな、ちょっと待って、ちょっと待って、ストップストップストップ、みんな待って。動くん、2ピース、レベル803って。なんで2ピースのレベル803なの？お前、何をやり込んでんの？お前。な、どんだけプロフル好きなん？あ、みんな、悪魔の実だ。パン生地、ぼちぼち。みんなぼちぼちバグるぞこれ。なんだこれ。もう言うこと聞いてくれへんわみんな。あの、暴走してるんだよもちもちがよ。な。面白いね。他はフロア。あー、こんなのがあるんだ。じゃあちょっとさ、みんな遊んでみない？せっかくだから序盤。敵はどこにいんの？まずそもそも問題。あ、宝箱とか開けて多分、ほら、120ゴールだね。ギリガチャが引けたって。何が当たった？ガチャ。ガムって。どういうこと？ガム？ハンター、ハンター、うん、ヒソか？敵いる、敵。敵探す。いたいたいた、みんな、あっちだっち。バラージ？あー、ガトリングみたいなやつか。うん、普通に死にましたよ。ねえ、俺普通に死んだよ、みんな。あー、なるほどね。確かになんかブロフルっぽいっちゃブロフルっぽいわ。敵強すぎねって、多分さ、これ、みんな、隣にもあるぞ。多分これ、倒す順番間違えてんじゃない？動くん、トゥースピース。統計はどんな感じなんだろう。あ、近接防御兼、パワーが多分これ悪魔の実だ。何もしてないのに後ろから攻撃が出るんだけど。なんかこれ追いついてないよね。処理落ちしてね。はい、ということで皆さん、これが、2ピースでした。これちなみにさ、ウゴくんやり込んでるじゃん。結構やっぱりなんかプロフルとの違いってあんの？やり込み要素あんの？このゲームの。なかなかにおもろいと。なんか、ブロフルと違うところって何？特に。ここが特に違うってある？セカンド C の生き方がわからん。セカンド C はさっきなんかアップデがどうたらこうたらって言ってなかった？ということでした。じゃあ、タヌキチがもう1マップ見つけてきてくれてるみたいなので、じゃあタヌキチさん、次のマップちょっとお願いします。準備、行きましょう。あ、入れた入れた。ブロックスフルーツ？ J で破棄、Q でダッシュ？はい、皆さんやってきましたね。こちら。まさかの皆さん、まず6人までなんだって。マップ。マップ6人までで、いきなり三刀流だね。あー、ちゃんとアニメーションしてるんだ。なんでこんな少ない人？で、フルーツパワー。もちもちなんだけど、俺。ダークブレード20ロバックス。買っていいじゃん。買うよ。何もないっていうね。うん、何もない。本当に。買った意味なかったね。買おう、買ったわ。あとさ、これだ、ほら。Q ボタンでこうスキップできるじゃん。ほら、スキップもバグってんだよ、全部よ。リリーさん、ロジャー船長ぶっ倒したって。でも原作改編だよね。なんで覇気だけうるせえんだ、お前。うん、覇気の音クソうるせえけど、右腕が俺変わっちゃったわ、覇気で。次はここで撮影しようっていけるから。あ、でも、フルーツ欲しいですか？はい、だって。行くか。何が当たる？さあ、レジェンド？あー、爆弾フルーツだ。食べよう。ボムの技って出て使うのみんな。ねえ、ボムの技。俺何も使えねえよ。あー、そういうことか。あー、使えてる使えてる使えてる。なんか食らったよって、こんな感じでやるわけですね。はい、ということで、以上、ブロックスフルーツでした。あー、まあまあまあ、ブロフルだね。騙される人いないと思うけど、これに、ガチで課金する人がいるんですよ。これ本当のブロフルだよとか言ってね、あるんですけど、皆さん違いますからね。
はい、もう海洋とかもこれ安っちいぞこれ。ちょっとな、友達は騙されてました。え、どういうことそれ。買ったってことそれ。本当のブロックスフルーツだと思って課金したってこと。アップできたって言ってた。はい、次行きたいかなと思います。じゃあ今いるメンバーなら誰だ。じゃあ消しゴムくん、はい、物消し、消しゴムくん次お願いします。じゃあ、はい、消しゴムくん結構ね、ブロックスルーツやり込んでる側だと思うんで、何のマップがあるのか見ていきたいかなと思います。はいはい、ということで皆さん、次こちらが消しゴムくんマップみたいです。ワンフルーツシミュレーター。何これ。なんだこれ。あれ、これってさ、サンゴーパイセンだよね。これ俺やらなかったか。なんだこの服は。お前これなんか俺動画でやらなかった。あれ、動画撮影をしてボツになったんだっけ。あ、でもなんかレベルは1からになってんだよね。これアップで入ったもしかして。ほら、あ、いや絶対これやった、やったやったやった。これとこの円の中で戦うゲームなんですけれども、多分みんなこれアカウントが違うからだ。待って、これさ結構俺らやり込んだよねこのゲームね。あの動画は多分上がってない可能性があるんですけど、まあ、これはまあやっていきますね。とりあえず、はい、クエストを受けますね。このゲーム結構作り込まれて、はい、クエスト受注したら海賊がいます。で、今回面白いので皆さん見てください。この円の外に出れば攻撃してきません。はい、円の中に入ってこういう技を使って倒していきます。ほら、こんな感じで。これがブロックスルーツとの違いですね。でもこれ悪魔の実引きたいんだけどね。あとこんな感じで、ほら、わかる？何もしなくてもほら防御力上げれます。だから PVP してもいいんだけど、こんな感じでほら防御力を上げるのに徹するのも OK と。はい、いう感じ。だからアニメファイティングシミュレーターとか多分そっち系に寄ってくるんですかね多分。はい、これ倒していくよ。これね、意外に癖になるんですよ皆さん。動く今何レベル ?33。 え、これもやってるんかお前な。お前全マップやってんなお前な。やってるマップあんの、ワンピース。なんか全部網羅してんじゃんあなた。あ、皆さん、あと悪魔の実食べていい。なにこれ、なんか手に入れたよ。なんだ、なにこれ。煙突町、あ、黙々だ。うん、なんか全然減ってる気しねえけどね。いいね、黙々当たった。これランダムで当たるんか。なんか俺勝手にもらったよ俺。黙々。いやでもそんな減らないね。これ当たらないとダメなんかな。ほら当たっても減らねえぞこれ。あ、黙々開けたんだ、ありがとう動く。何でも持ってるね君ね。ほらこういう感じでフルーツのレベルとかを上げていくわけですね。あれ、これ見せたら誰だったっけ。消しゴムくん。え、消しゴムくんはこれ、あ、やってないんだ。じゃあ今日初めて見つけたん、このマップは。初めてなんだ。ウゴくんはいつからこのマップ知ってた。5ヶ月前ぐらいって。え、ウゴくんが知らないワンピースゲームない説ない。じゃあ誰かが実況してたんかな、実況者がね。はい、ということでありがとうございました。じゃあ3号パイセン行きましょうか次。じゃあ3号パイセンマップお願いします。はい、ということでこれ何、3号パイセン。なんか一応あの最初は俺ハゲピースに見えたんですけど、あのハゲではありません皆さん。はい、果たしてこのマップ、ウゴくんまた遊んでいるのかどうかちょっと見ていきたい。見ものですねそれはね。事態、これはですね、何これ。うん、なんかお前ピエロになってんだけどね。僕が半年前ハマってたやつ。ほう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 。ちょっといろいろ教えてもらえますか、せっかくなんで。レベ上げをしないといけない。クエスト、クエスト。俺もやったことあるって。またお前やっとるんか、ウゴ。はい、皆さん、まずはここらしいですね。こいつを倒さないといけない。レベル1だから楽勝じゃない。ほら皆さん、まだ技は使えない。もうこれでやるしかない。パンチでやる。まあ、ここはなんかブロフルとかと一緒なんかなってイメージ。で、倒すとお金と経験値が手に入りますと。なんかやったことがあるって。え、それこんな有名なのそれ。俺全然知らなかったんだけど、このマップレベル 78? リリさんって、ウゴくんどうした、悪魔の実くれる。なんか、あ、なにそれ、これ雪雪かな。ミステリアスなフルーツ食べるよ。食べた。はい、雪雪習得です。え、でもこれあれな、技使えるん。技、僕あの技が何も使えないんだけど、これどうしたらいい。これステータスを上げるしかないって。あのさ、果てしないよ本当に。ほらこういう感じで上げていかないとダメなんだって。おい、ブロフルとほぼ一緒じゃん。まあでもブロフルとの違いは最初版から上げれるってことだね。ほら、こういう感じでやっていかないとダメらしいです。ほら。リーチ王って、どうした、サンゴパイセン。なんかあった？エフェクトがかっこいいんだ。ちょ、見せて。なに？なにそれ？なるほど。まあ、そこはなんか、ブロフルとはなんか大きく違うところなのかなって気がする。これ、他の島とかあんの？サンゴパイセン。他の島。せっかくなんで別の島とかも見ていきましょうか。でかっ！はい、皆さん、じゃあちょっと、なんか面白そうな島に行って、サンゴパイセン。はい、出航。はい、来ない子置いてくよー。あきれ困るー。
きれこまれー、はい、置いてかれました。まあいいでしょう。飛べるのいいね。ありったけの夢をかき集め、探し物を探しに行くのさ。さあみんな着いたかな。はい、着きました。皆さんこちらのマップらしいです。はい、丸太町ね、丸太町ってなんか普通の名前やな、普通の。これで宝開けてお金入ったり、あ、ここのアニメーションとかもいいね。敵倒してみたいね、せっかくだから。レイドボスが湧いてなかった。あ、レイドのボスもいるんだ。ここら辺にパンって湧くらしいですね。こいつレベル350。ありたけの夢をかき集め、探しも任せろ。みんな俺一発で一回で勝つ。俺探し物を探しに行くのさ。全然減らへん。はい、ということでありがとうございます。サーゴパイセン、あれ、サーゴパイセンもう1マップあるんだっけ。頭のおかしいやつがある。はい、じゃあ皆さんもう1マップサーゴパイセンのやつ見ていきましょう。まずなんかところどころおかしいところがあって、まずギアフィフスが使えます。変換やりたかったこと全部できるやつですね。あの顔が見えん。なんだこのマップ、どうなって。ニカチオやんって。ニカチオです皆さん。リリチオこれを食ってくれ。あのさ、ナミのチャットが消えへんのよ俺。髪にゃり。すごくない、バランガン。なんだこれ、なんだこれ、やばすぎるこれ。何それ。はい、食べたいと思います。スタープラチナフルーツ、ワンピースだよねこれ。サンド使いって、え、何が起こってるかわかんねえや俺。あとリリチオ、何俺の今のレベルがわかるか。だってわかんない。何レベルなの今サンゴーパイセン。 B が 2.76B ってあるけど何これ。23000レベル。リリチオは1000レベ、え、俺も1000レベなの。はい、あのサンゴーパイセン23000レベルらしいです。だからレベルの次元が違くない。これで購入できるということで買ってみるじゃん。コモンが手に入ったよ。あー、みんなこれだ、バリアフルーツだ。あ、皆さんバリア、またバリアかって感じなんですけど、バリアフルーツ当たりました。食べて、で技は全部使えるの最初から。ほらこういう感じでバリアの技使える。ほらこんな感じか。ショップ見てみてって。ショップ、はい、見ていきます。ゲームパス、カメハメハ、ファイヤーボール、リバーサル、まず言っていいですか。あの、まず、呪術回戦あります、これ。あの、五条先生のあの、無料空所、無料空所の悪魔の実があるのと、ドラゴンボールと悟空のカメハメハがあります。はい。これ、何これ？術式反転赤って。はい、なんかもう、何でもありじゃない？これやりだしたら。ね。はい、参考パイセンありがとうございました。このまま結構ぶっ飛んでて俺は好きかなって感じですね。じゃあ、多分これラストかな？ユート。はい、ラストはね、ホットドッグユートさんのマップ見ていこうかなと思います。ユート誰だっけ？あと。ユート、アマツキと誰だっけ？ペアは。さあ、来ましたけど、あとみんななんかこう、みんな無限にジャンプできる。みんな。みんな、まずおかしいのが、無限にジャンプできます、これ。はい。あ、終わった。マップの名前、五条とミステリー刀。ロックフルーツ。なんかまず五条ってのが気になるな、言うと。まず。あ、ベーコンヘアとかこいつは倒すんだね。うん、レベルめちゃくちゃ上がったぞ、お前も。こら。五条いるやんって。なんで宿儺がおるんや。うん、なんで五条がおるんや。意味わからんやろ、これ。なあ、これぶっ壊れてるだろ、このゲームマジで。どういうことだろう。え、みんなこれあれだよ。これ敵1体倒しただけで36レベルまで上がったよ。これだから2人目倒したら、うん、52まで上がるんよ。これなんなんこのレベルの上がり方。で、これいろいろミスっちゃってるよね、設定ね。うん、64まで上がるんよ、これ。83になったって。もうワンピースちゃうやろ。で、ラッキードロップを購入。運プラス 60% 10分。運が 60% 上がるやつみたいなやつね。で、コードとかはあると。はい。でもさ、攻撃してこんのよ、ほら。うん。攻撃を一切してこん。俺の方に走ってくるだけ。死んだわ。お前、ボスに関しては攻撃すらしてこんへんで。こっち。うん。何の技が使えるんや、これ。マグマ。はい、ソウル。ファイヤー。サンド。
はい、もう全部食うわ、ほら。あ、全部食う。俺全部食っちゃう。はい。すべてを捕食します。で、うん、接着剤って何や、お前。うん、接着剤って。なんか別のが出てきたわ、みんな。いろんな悪魔の実を食ったらさ、お前接着剤が出てきたよ、お前。意味がわからんやろ、これ。え、技どうやって使うの、みんな。技使えないよ、俺。A とか Z でいける？さあ、いきますか、アキネコ丸。これラストです。最後にふさわしいマップ用意していただいてますかね、アキネコ丸さん。大丈夫ですかね？今までのマップを超えられるものがないとちょっと厳しいですよね。はい、テストフルーツ。はい、ということで、皆さん、今回は、偽物のブロフル、またはね、マイナーなワンピースゲームやっていきました。皆さん、いかがでしたでしょうか？まあ、面白かったですね。なんか、まあ、ブロックスフルーツが個人的にはしっくりきてるんで一番面白かったんですけれども、こういう感じでなんかいろいろな不思議なゲームたくさんあるみたいなんで、よかったら皆さん遊んでみてください。はい、ということで皆さん、ぜひともね、この動画面白いと思ったらチャンネル登録と高評価、あと感想コメント書いていただけると嬉しいです。じゃあ終わります。お疲れ様でした。